森森ライオン株式会社。おはようございます。岩手を元気にする地域活性化番組、その名もラジオ番組なのに森森ライオン株式会社、今週も始まりました。さあ今日も土曜の朝に元気に出勤してまいったわけです。さくらさん、今日のゲストは、はい、今日はですね、雫石環境パートナーシップ代表で岩手自然ガイド協会設立準備委員会の事務局長さんも務めていらっしゃいます高橋義和さんにお越しいただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ高橋さんなんですが、今ご紹介した肩書き以外にも本当に環境に関するたくさんのですね活動されていらっしゃって、環境省の環境カウンセラーや岩手県の地球温暖化防止活動推進員などもされていらっしゃるんですよね高橋さん、はい、でもそもそもその会社に勤務されて環境全般の業務を担当していたのがきっかけだと伺いましたけれども。そうですね、たまたまそういう担当をさせられたので、入ってからもう30何年になりますけども。具体的にはどのようなことをされてるんですか。まあ、具体的には楽しんで活動しているということに尽きるんですけども、例えば家庭でもいろいろ環境のことをやったりですね、地域でも、そういうお声がかかればキャンドルナイトとかに手伝いに行ったり、あるいは県とかそういうふうなので要請があれば、講師の活動をしたり、そして会社ではもちろん環境担当としてですね、いろいろな ISO14001 の取り組みとかですね、川口印刷が環境に、優しい会社だということを宣伝するためにやってるようなもんですけども。そうですか、はい、そしてその環境楽しくの活動の中にまた口笛演奏もされてるっていうことなんですけれども、これはですね、はい、やっぱり環境講習会がありますよと言って集まってくる人はまだいいんですけども、やっぱりそういう講習会にも集まってこない人に環境の底辺をもう少し広げたいという意味もあって、例えば魚町の子どもの日、あるいは今回石垣7回目やって、ちょっと7回全部出させてもらってますけども、そういうふうな通りがかかった人にも一言環境をアピールしたいということもあって、環境を楽しく伝える一つの手段として口笛演奏を始めてます。先ほど川口印刷さんに、お勤めだと伺いましたけど、一企業の中に環境っていう担当部署があるってこと自体が聞いたことないなと思って、その印刷会社さんで取り組むその環境活動っていうのはどのようなものなのか教えていただきたいんですが、ここ何年かね、環境報告会っていうのを会社で開いてるんですけども、もう6回ぐらいやってますけれども、地域の人たちを会社に来てもらって会社を見てもらうと、川口印刷に来て川口印刷で勉強したこと、失敗したこと、そういうふうなのを皆さんに披露して、例えば冷蔵庫の使い方とか身近な話をお話しして、それを家庭に持って帰って、そして明日からの自分の活動に生かしてもらおうという活動がやっぱりもっと深い活動かなと思ってですね、やってます。そうですか、そこからでも広がって今ではね、県だな、ね、本当にそうなんですね、お忙しくされてね。で、まあ、地球温暖化、地球温暖化ってね、やっぱりこうよく言われてますけれども、実際の高橋さんなどからご覧になってみて、その活動を通してですね、これじゃまだまだあかんよとか、もっとこういうことをやっぱりしましょうみたいな、なんかあるんでしょうかね、やっぱり。一つにはもう地球温暖化が進んでるっていうのは、まあもう誰でも知ってるわけですよ、そしていろんな講習会とか行っても氷河が減ったとかね、そういう話は皆さん知識として覚えてるんです。でも行動に結びつかない、なかなか自分の行動に結びつかない、そこですよ。あります。で、私も 3.11 以降いろいろ考えて、やっぱりそれじゃダメだと、新しいことをするには非常にパワーが必要だから、やってないことをやるっていうのは難しいですよね。で、結局それで終わってしまう。ただ私は今皆さんにお話しするときには、
皆さんは積極的に環境に悪さをしている行動はあえてしてないと思いますから、自分がやってる活動がやっぱりコストも安くなったりお金にもなるという行動の中で環境に優しい行動に気づくと。で気づくためにはいろいろ環境の仕組みとかね、環境を判断するときに材料からあるいはゴミになった時までのトータルで判断しないと環境に優しいかどうかっていうのは実際にわからないわけですから、ですからまず自分で環境に優しいことは何かという知識を得て、そしてそれを自分の身の回りに当てはめて環境に優しいことだということであれば、それを深める、もう少しレベルを深める、そしてあとは今度は横を向いたり上を見たり後ろを見たりしてもう少し自分のできる範囲のことをやっていく、そういうふうな活動を今進めてます。私たちなんかもう本当にですね、家庭でやっぱりそういうものを推進していかなければならないのは主婦の立場なんですけど、変えて安心してるところあるじゃん。何かしてる、だって LED にちょっと変えてみる。どうですか高橋さん、これでもいい、 LED は間違いなくいいのは間違いないですよ。でも LED を一つやってそれで安心して終わってるというとダメなんですよ。LED をやったからその LED をじゃあもう少し別な方のやつにこう広く見ようかとかね、例えばスイッチとかなんかもいろいろありますけども、例えば人感センサーを玄関の門中につけても人が来た時につくというとやっぱりまずいわけです。夜になったら自然について朝になったら自然に消える、じゃあ門中のところは人感センサーじゃなくて照度センサー、明るさセンサーで間に合うとか、それからあのお庭の方だと泥棒が来た時にパッとつくように人感センサーで、でも日中もつくわけだから日中は消さなきゃダメだと。自分の家に当てはめた時に使えるのかどうかを考える必要があると。そこだね、やっぱりそういうところとかも変えたからいいだろうっていうところじゃないわけですね。そこからスタートですよ。その考えを他の方にやる、でそれをお父さんお母さんがやってると子どもたちが見てるわけですよ。それが立派な環境教育になる。そしてね、決まりきったところで遊ばないで山に行ったりキャピクニックをしたり、そして花の名前を一つ覚えるとか、それがやっぱり環境教育になるかと思いますよ。そうですね、やだからあんまり構えなくていいから、本当にあの家族でねやっぱりこう、ね、話し合ってね、話するだけでもいいんですよね。そうですね、だからねほら今日なんか高橋さんほらマイボトル持ってるわけでしょ。もうね、私なんか本当こういうところからまず やらなきゃない。本当、ね、あのペットボトル買っちゃうしね。買う。あとあの、ね、エコバッグも持ってるんだけど、なんかスーパー行くとあのスーパーの袋もらっちゃって。頼っちゃうよね。やっぱりね。ね、ね、継続でね、継続ですよね。でエコバッグっていうのは最初からエコバッグっていうのはないんですよ。使ってる人がエコバッグって決めるんですから。あ、そっか。なんだっていいんです。なんだっていいんです。そして例えばレジに行ったらレジ袋はいりませんと。そっからエコバッグの活躍だ。私がある人を見てると、有名メーカーのエコバッグで綺麗なやつに入れるときにやっぱりあの牛乳パック入れるときは。レジ袋を入れてエコバッグに入れる、それはエコバッグと言わないですよ。本当にね、だから全部自分次第ですよ。そうですね、形についついなんかとらわれてるような気がしました。ですから何か行動しようと思ったらその最後にあれこれ環境にいいのかな、あこれ環境に悪いのかなっていう考えてみるのも一つです。環境っていう言葉一つでもう本当こう生活全体こう見直すことってたくさんあるんだなっていうのを感じましたね。そうですよね。そして高橋さんはこれからもその会社勤めをされながら今後はこうどんな活動のこう展開をされていこうとか何かこうあるんですか、それとそれこそビジョンは。あの目標はですね、私みたいな活動しなくても皆さんがやってくれるっていうのが一番いいんですよ。声がかからなくなってくるのは理想です。はそしてなるほど、例えば口笛演奏に専念できるとかですね、
それがいいんですけども、そうはいかないから、まあ今のところはそれを皆さんにお声がかかって、将来はやっぱり雫石で活動したいっていうのがありますよね、地元で。ね、そうですか。いや本当にもう素晴らしい環境活動をねされていらっしゃいます、はい、高橋義和さんに今日はゲストでお越しいただきました、はい、本当に朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。